アドルフ・フリードリヒ・エルトマン・フォン・メンツェルは、ドイツの画家、挿絵画家、版画家。プロイセン王国ブレスラウで1815年に生まれる。父親は、石版画家。1830年に、一家はベルリンに移る。1833年、プロイセン芸術アカデミーに通うが、すぐに失望し、独学した。1839年から1842年の、 間にかけて、フリードリヒ大王についての生涯を描いた400点に、上る壮大な挿絵版画を、歴史家、フランツ・クーグラーの著書、フリードリヒ大王伝のために創出した。この創作物は彼にとって決定的な転機となり、以降、プロイセン宮廷を中心に、仕事の依頼が増える。舞踏会の晩餐ん、三数支宮伝でのフリードリヒ大王の、フルートコンサート、 ケイニヒスベルクでのビルヘルム一世の体冠式等の作品でさらなる名声を得た。歴史画や差し絵の他にも労働者の姿を描いた鉄圧延期工場、日常的風景を描いたパリの平日やビアガーデン等でも知られている。フランスの芸術アカデミーやイギリスのロイヤルアカデミー、オブアーツの会員。画家として初めてクロワシ勲章を贈られ、貴族に助せられた。 また、プールルメリット科学芸術勲章を受賞した。ベルリン大学名誉博士号を授与され、ブレスラウ名誉市民及び、ベルリン名誉市民に選ばれた。1905年に、ベルリンで死去した。ありがとうございます。